ごめん、変なこと言って。お前がわけわかんないんだったら、それでいいよ。私も忘れる。だから、それでいいんだ。あ、気がついたですか？大丈夫ですか、天蔵様？天蔵様、壊れた？よかったです。どうしようかと思ってました。はい、泣いたままいずこかへ。はい、それがいいと思います。行きましょう。
所です。しないか？その変態っぽいことはもうしないか？天蔵様、びっくりするほど素直です。まだまだ足りないから。謝るくらいだったら最初からしなきゃいいんだ。そこまで謝るんだったらいい、許してやる。なんだよもう。っていうか中学の頃とかはこんな風にいろいろ話してたよな。人っているのか？なんだ、そんな大変な相手が好きなのか？ご本人を目の前にはっきりは言えないですよね。そっか、人よしのお前らしいな。そんな大変な相手を好きだなんて。なんで？なんで私がそんなことしなくちゃいけないの？傷に塩塗り込むなよ。わかりました。そんな雰囲気かなと疑問を持ちつつ、ドキドキフィールド展開します。次こそガーディアン突破してください。天蔵様、お前にとって私は
私は倒せない。ですね、これは手強い。だけど諦めたら。じゃあな。なんでだよ。協力だったら誰にだってできるだろ。私じゃなくていいだろ。もっと向いてるやつに頼め。ああ、わかった。受けてやろうじゃないか。じゃあ後でな。さっきみたいにうまくいくと思うなよ。天蔵様はちょっとどころでないおバカですね。封筒を手に精神統一をしているんですか？一回でもあるだけいいじゃないですか。で、どちら様からなのですか？卒業前にモテないやつ驚かしちゃえとか、そんないたずらってことはありませんか？ぐう。そうなんですか。はい、決闘頑張りましょう。大人の…では、先を急ぎましょう。ゴーゴーゴー！ふふふぅ…ふぅ…ふぅ…最高だ。
ぞ。特別に、家庭兵器じゃないか。どうぞ。いいな、行くぞ。あれ、お前それ、それまだ持ってたんだ。どうして。どうだっていい。それはこっちのセリフだ。覚悟しろ、天蔵。ごちゃごちゃ言わずにかかってきな。行くぜー。